ここ。ちょっと待ってて。見て。隠し通路、7番街スラムまでつながってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあ。ああ、私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ？わかった。はいよ、よ。ダメ、ティファが最優先。ティファはその辺りの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所。ねえクラウド、大切な人でしょ？助けてあげなくちゃ。急いで追いかけよう。いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボグルム。俺たちも。なんだ？何さ、なん？なん？そのチョコボグルマにの。ん？もちろん、助け。その子が。兄ちゃんも好き。どの子だ？特徴？スタイル。スタイルか。もしかしてティフ？そうだ。ふん。でも。どういうことだ？あの子は特別。コルネオさんのオーディションって？コルネオさんがティファちゃんはこれ長年大だから。ドンコルネオの。はい、起こすなら。ああ、うん、とにかく街の中探してみよう。
いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶも。今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが、とろとろの。あれ見て、コルネオ、あそこだね。ああ、おい、それ以上人を探して。お前だったら何だ。屋敷は。はいはい。じゃ、女の場合。あ、でなかなか、なかなか程度じゃ難しい。どうにかならない。ここがどういう。エアリス、レズリーさん。クラウド。いや、はぁ、代理人って。ウォールマーケットにはコルネオさんの、まず、そして最後が全員。そっか。でも、うん、わかった。エアリス、本気なのか？他に方法ある？でも話は。なんかよ。伝説のトレーニングジム。さて、いい店紹介する。この花に。あの女。ちくしょう。アニアンのショーがある。アニアンに会うはずが。なぜ俺はあんなことを。ちくしょう。ここか。でもだね。すごかったな。俺が話してくる。え？でもだってクラウン。咲き乱れる花のように。君だってハニーボーイが目当てなんだろ。ああ、へえ。いらっしゃいませ。あ、どうも。ウォールマーケットが誇る最高のエンターテイメント、ミツバチの館へようこそ。ハニーガール、またはハニーボーイのご指名はありますか？なんだ。違うの。なあ、どうかな。いいぞ。本当？ああ、それじゃ今回。でもそんなにす欲しい。じゃあ勝負するか。さて、裏か表か。当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。外れたら迷惑料を置いて帰んな。思ってた。残念、裏だ。わあ、
まあ、正直言って姉ちゃんは可愛いけど、コルネオさんの趣味じゃないと思うぜ。それでも諦めきれねえなら、他のやつ。いらっしゃいませ。お二人。クラウド。どうだった？ん？大丈夫？ああ。クラウド、変だよ。そうか。絶対変！癖になりそうかい？さてと。誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。大丈夫？ああ、私をこれね。そりゃ本当？ただし、え、そんな貧乏さい格好し、代理人としての信用。この服、ダメ？言わせておけ。気に入ってるんだ。あんたら。あ、払うもんさ。いくらだ？ざっと100万、といったところだから。え？この町には、そこで優勝。賞金が出る。うん。わかった。いい返事だ。もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かう。どんな大会かな。この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。優勝できそう？そこは心配していない。強気もいいけど、足元すくわれないようにね。入場開始します。観覧は右手。出場する選手は左手にお進みください。なあ、誰にかける？ゆっくりとお進みください。バカ、こんなところで言うなよ。やっぱサムんとこが硬いだろうな。いらっしゃいませ。何かお探しの商品がございますか？どうぞごゆっくりお選びください。楽しまないと。コルネオ杯入場開始してます。観覧は右手。ゆっくりと出場する選手は左手にお進みください。なあ、誰にかける？バカ、こんなところで言うなよ。やっぱサムんとこが硬いだろうな。ソルジャーは出場しないのかな。ちょっと押さないで。今からエント…いや、二人でおね、推薦して。じゃ、お二人さん、地下の控え室へ進んで。思ってたより降りるね。
どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、緊張してる？いや。だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。おい、こっちだ、急げ。眠らない都市ミッドガン、中でもひときわ輝くキラ星、ウォールマーケット。あなたの欲望を受け入れ叶える街、ウォールマーケット。あなたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様、ようこそお越しいただきました。ご安心ください。今宵世界で最も熱い場所はウォールマーケットのまさに今、ここ、地下闘技場で間違いありません。優勝賞金はなんと100万ゲル。ルールはたった一つ、相手を叩きのめす。完封の日までに打ちのめす。勇者なら地平道博士、舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが賞金と名誉を得るのです。さあ、血に飢えた野獣どもが放たれる瞬間を今か今かと待ち望んでいます。大変長らくお待たせいたしました。異種格闘デスマッチコルネオ杯を開催いたします。なんだかすごいとこに来ちゃったね。お前たちはまだか。アナウンスがある。お前たちの控え室はここだ。ああ。どうしたの？少しばかりかね。あんたらも悪いことだよ。クラウド、エア、入場ゲートまでお越しください。逃げる気ないよね。恐ろしいところだぜ、ここは。コルネオからの差し、飲んでおけばこんな結果に。よかったらあんたたちにやるよ。どう？ドロッとしてる。へえ、私は飲まなくていい。準備はいいか。せいぜい死なねえようにな。さて、次はなんとカップルでの出場だ。なんたるバチが。しかも初参戦。いけつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰れるのか。クラウド&エアリスの入場です。さっさと負けろ。入れ入れ。おいおい、デートのついでかよ。姉ちゃん、しっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い。今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか。本日はデザート付き。滴る赤、こぼれる悲鳴、暴飲暴食猛獣ブラッディーテイストの入場です。行け。一
人じゃないの？はあ？素人か？人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだよ。さあ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか、皆様まばたき厳禁でお願いします。それでは1回戦第4試合、レディーファイだね。どうかした？ルールが曖昧すぎる。ああ。いや、期待するな。用心して。もうおしまいだ。運よく勝ち上がったな。準備はいいか？ま、無理はしないことだな。入場ゲートまでお越しください。続きましては準決勝第2試合です。まずは初戦をあれよあれよとすり抜けたラッキーカップル。ふざけんな空気読めよ。クラウド&エアリスの入場です。廃墟からの刺客、盗んだものは数知れず、アウトローの町から弾かれたアウトロー。皆様お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。お前ら、こいつここで会ったが100年目、恨み晴らさせてもらうぜ。100年100年も経ったか。うるせえ見やがる。え、何おっと、これはどういうことだ。どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですね。え、ずるい。ここはルール無用の闘技場。コルネオがいいって言ったらいい。オッケーが出てしまいました。わあ、めちゃくちゃ。だぜに武勢、ここに極まる。大乱闘が予想されます。皆様、見失わぬよう決して目を離さないでください。それでは準決勝第2試合、レディーファイト。狙う、気をつけ。これで来ないで。行け。アンビリーバボー、信じられません。
たった2人で敵を次々と薙ぎ倒し勝利を手に入れたのは、なんとクラウド&エアレスチーム。なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、あたしがもんだからね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。かけるか。はあ、変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたらまたお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、あの殿方美しいですね。ねえ。ふん。次。ああ。浮かないか。相手がまと。うん。でもここまで来たらあと。クラウド、エアリス組、まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。恐れい決勝戦、俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。皆様、大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。おう、いや、まずは小柄ながら並み居る強豪を華麗になぎ倒し大いに盛り上げてくれました驚異のカップル、マダムマム推薦クラウド&エアリスの入場です。やっ
限界を超える。本気で行く。あら、意外とおとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったのに。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白いんだ。でもそれ裏も表もないだろ。じゃあな。さてと、賞金をいただこうかしら。そのことなんだが、マムすまない。コルネオさんからの指示でもう一試合行うことになった。ああ、それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんた、ふざけてんのかい。コルネオさんの指示だ。これでティファを助けられるね。その前にまだ。うん、喜んでる。残念だけど。どういうこと？あんたらはコルネオが殺す。つまりコルネオがする話。それは私がくっつく。ただ次、観客が次が最そう願いたいね。マジだ。準備はいい。もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか。そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エリー。ますは地下闘技場のさらに地下、地中深く封印されしモンスター、今解き放たれる。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。ないようだが、
謎多き悪魔の家 VS 最強カップル、これほどシュールな対戦が今まであったでしょうか。ありません。あるわけがありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、まばたきは厳禁でお願いします。それでは最終決戦、レディーファイン。さあ、ついに始まりました、コルネアハイスペシャルマッチへ。集中していく。あまたの強敵を退けた実力派カップルに対するは、あまたの強敵を誇りし悪魔の家。一体勝つのはどちらなのか。熱い戦いを見せてくれ。お互い様子見といった感じですね。ギリギリヘルハウス、これは苦しそうだ。早速弱点を見抜かれてしまったか。そう、ヒントはあの色。痛恨の設計ミスとしか言いようがありません。
彼らは何という攻撃、ひとたまりもありません。切り崩す。3秒後を食いろ。よし、さあ頑張ろう。ご覧ください、天より舞い降りるキュートなぬいぐるみたち。吸い込まれた。中でどんな宴が催されているのか想像するだけ恐ろしい。なんと魔法を吸収しています。画期的なエネルギーシステム、ミッドガルの圧を担うエコ修作です。せっ、思うようにダメージが入りません。このダメを無視できません。贈り物、ヘルハウスご機嫌です。遊びは終わりだ。エアリス選手によるけなげなサポート、会場に漂う癒しのブリーズ。体だけでなく心も元気になりますね。見せなきゃ。よし来い。大技を決めたのはヘルハウス。
この闘技場に新たな歴史が刻まれております。こちらのぬいぐるみは競技場受付のショップにてお買い求めいただけます。数量限定、欲しい方はお早めに。まずはこれ。何？完全無欠のセキュリティ。最強カップルはこの壁にどう立ち向かうのか。なんという衝撃、ひとたまりもありません。はい、当たる。ささやき、そっと包み込んで。エアリス選手によるけなげなサポート。会場に漂う癒しのブリーズ。体だけでなく心も元気になりますね。クラウド&エアリスチーム、これは痛い。仕入れが届いております。みんなのために。気になるその中身は開けてみてのお楽しみ。
なんという衝撃、ひとたまりもありません。隅々に行き渡ります。なんという衝撃、ひとたまりもありません。
先生。エアリス選手によるけなげなサポート。会場に来た。癒しのブリーズ。体だけでなく心も元気になりますね。サンドを食いろ。聞いてる、こちらももどかしい。マッチもいよいよ大詰め。今宵の頂点がついに決まってしまうのか。トイレを我慢中の皆さん、腹をくくるご準備を。落ち着いていけ。お任せあれ。ああ。